ソシエテ・ユーロピーネでプロパルジオン・ソシエテ・ロッピンでプリプルション略称 SEP とはフランスの会社でスネクマの前身で現在のサフラングループである。主要な活動はロケットエンジン、人工衛星の機構、耐熱材料の開発であった。SEP は1969年セプアとスネクマの宇宙機器部門が合併して設立され1971年に ベロニクのエンジンを開発したベルノンの国防省の弾道技術、航空力学研究所が加わった。ヨーロッパ共同でのアリアン計画でのロケット開発における産業活動は新たに創設されたソシエテユーロピーネデプロパルジオンに分離された。防衛分野の活動はローバのもとに止まった。SEP は1997年に法人化され、フランス政府が 最大の株主であるスネクマの一部門になった。持ち株会社のスネクマの再編により消えた。活動はスネクマに引き継がれ、小型と大型の液体燃料、ロケットエンジンと人工衛星の機器は、スネクマモートゥーアが固体燃料、ロケットエンジン、複合剤は、スネクマプリープルションソリードが引き継いだ。スネクマとセイジェムグループの合併により、スネクマモートルズは、 スネクマから社名を引き継いだ。SEP は4カ所の拠点で活動した。ビラローチェは2006年に閉鎖された。人工衛星の機構は、コントラブス AG に移転した。人工衛星の推進系は、ベルノンに移転した。パリ工芸博物館で展示される、バルカンエンジン液体燃料、ロケットエンジン、固体燃料、ロケットエンジン、イオンロケットエンジン。ありがとうございます。